では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。日産証券首席アナリストの菊川博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。菊川さんにはまずやっぱりあれですか、ジャクソンホールのお話からですかね。そうですね、8月金融市場、コモディティもそうですけれども、マーケット全体に夏枯れ相場が続いてたという感じですけれども、このジャクソンホールでのイエレンさんの講演ですね、これを待ってたとこういうようなところはあったと思いますね。そうですよね。で、実際週末行われたイエレンさんの講演ですけれども、マーケットの反応は最初はドル高で反応しましたけれども、結局そんなに年内の利上げに関して新たな材料はなかったと。そうなんですよね。そうですね、ここで書いてある白丸のところですね。面白いですね。一旦買われてすぐに売られて、100円近辺まで売られたんですけれども、ちょうどイエレンさんの講演の1時間後ぐらいですね、フィッシャー副議長が、テレビインタビューに答えてですね、CNBC でなんか、ね、そうですね、非常にラフな格好で、ラフな形で、答えたんですけども、腹をくくってやらなければいけないというような発言をきっかけにですね、マーケットの方はドル高で反応して、イエレンさんの講演よりもフィッシャーさんの、そうですね、こちらの方に反応した、反応して、動いていったということですね。本日の東京市場もこの流れを引き継いだ形で、ドル高という形で反応してますね。2円15銭までですね、ちょうどその日のドル円とニューヨークのゴールド、この動きですけれども、青のドルが買われて、これが青が、ドル円相場、そうですね、で赤がゴールド、ドル建てのゴールドですね、これが一旦買われたんですけれども、ドル高に伴ってフィッシャーさんの講演とともに売られていったという形ですね。逆相関だと思いますね。そうですね。でもう一つ注目したいのがこちらですね、ドル円とダウですね。ダウ、ドルは買われたんですけれども、ダウは年内の利上げ観測を嫌気するような形で、下値を切り下げていったということで、今週は週末の雇用統計に対する注目度がより高まる形になるでしょうけれども、ドル円と逆相関のゴールドの動きを見る上でも、ダウの動きですね、ダウですね、こちらに注意した方がいいのかなという感じはしますね。ダウ平均自体史上最高値を近辺で持ち合っているという状況ですけれども、サイクル的にはかなり長い上げ相場が続いているということですね。もう今月で86ヶ月目ということで、そろそろ景気サイクル的にはこれですよね。そうですね、過去を見ると120ヶ月と、これは 10年間、そうですね、10年間の相場も あったわけですから、まだそこまで、行くという見方もできる一方、そろそろ青信号から黄色信号に差し掛かってきたという見方も、価格水準から見ればできるかもしれないということですね。これに乗っ取ったような形でジョージ・ソロスの、ファンドのポジションが四半期ごとの報告で、先立って発表されておりますけれども、金の ETF、そして金鉱株バリックゴールドですね、このポジションも落としているんですけれども、S&P のヘッジのポジションですね、下げに備えるようなポジションを、3月末と6月末の比較で、これですね、そうですね、倍増しているという格好ですね、プット売る権利、そうですね、ですから、こちらのポジションを見る限りは株価の下落に備えた、ような形と、6月末のポジションですから、ちょうど EU の英国の離脱で金がポンと跳ねたところで金の ETF 並びに金鉱株をリグって、そして株のヘッジ売りを増やしたような形になっていると。で、本来株とダウといったのは、株とゴールドですね、ニューヨークの株式市場とゴールドといったのは逆相関なんですけれども、足元の動きを見ると非常に強い純相関、同じような動きを取っているんですね。ですからダウの下落リスクに備えるということは、短期的には金も下落する可能性が足元あると、そういうことですね、こういうふうに、ソロスのファンドは見ているのではないかなというふうに思いますね。ですからドル円の動きを見る上でも、やはりダウの動き、ゴールドの動きを見る上でも、ダウの動きを今週は注目したいと、
で、ダウちょうどボリンジャーバンドが修練しているような格好なんですね、このボリンジャーバンドが修練した後は、ね、まあ、上にしろ下にしろ大きく離れると、はい、言われておりますから、はい、現在、まあ、ちょっと団子天井っぽい形になっておりますけれども、ここもそうですね、そうですね、丸くなって赤のライン、ネックラインを割ってくると、ダブルトップが完成と、こういうようなチャートパターンにも、はい、見えるということで、まあ、この8月2日の安値近辺、赤のラインを維持できるかどうか、うん、今週から来週注目というふうに思いますし、同じような形でニューヨークのゴールド、うん、こちらも持ち合いに入っているんですが、こちらは7月21日の安値、これが赤のラインネックラインになっております。今ちょうどこの近辺で支えられている状況ですけれども、うんうん、こちらをもう割り込むとやはりテクニカル的な売りが一時的に出て、うん、まあ、1300ドル近辺ぐらいの調整が出てくるのではないかなというふうな状況になっておりますね。ですから株安ゴールド安が同時に起きる可能性が、利上げが思惑が高まると今週から来週にかけて出てくると。でポジション動向を見るとですね、毎週週末に発表されます CFTC から発表されるファンドのポジションですけれども、ゴールド、非常にファンドの買い越しが高い水準になっているということですね、はい。イギリスの EU 離脱以降かなり買いが集まって、この緑のところです ね、はい、溜まっておりますので、はい、やはり値幅か日柄による調整が内部要因からは起きた方がその先の相場につながるとということでしょうかね、なると思いますね。ちょっと買い付きすぎてるという感じですか。そうですね、で買い付きすぎてるのは同じくプラチナもそうなんですね。あ、これもすごいですね。そうなんです。これは過去最高水準までファンドの買い越しが膨れているんですけれども、はい、これは南アフリカのちょうど労使交渉が始まってストライキに突入するではないかという期待感で買い付きがあったわけですけども、まあ、ストライキに関してはまだ実施されずという中、まあ、仮に株価がニューヨークの株式が調整に入るということになると、まあ、産業用比率の高いプラチナもやはりこの内部要因の調整が先行する可能性がそれぞれあるかなというふうに思いますね。特に南アに関しましては、ここ最近ランドが急落してるんですね、はい、ランドが急落してドルが上がってると、うん、それに伴って、ね、プラチナも下がってるということで、このランドの急落の要因が南アフリカの政情不安なんですね。政情不安、先だって、財務大臣、これは経済界から非常に信任の厚い方ですけども、うん、これがこの方がスパイ容疑で、スパイ容疑、そうなんですね。ただこれはズマ大統領に、反するような動きということでですね、マーケットはズマ大統領よりも、そうなんですね、ズマ大統領はかなり、もう汚職と腐敗とにまみれていると言われている中、はいはい、まあ、真っ当にやろうとしていた財務大臣が、そういった状況に陥ったということで、週末にかけてもランドは売られているんですけれども、財務大臣に関しては昨年末も同じような形があったんですね。あ、そうなんですか。ズマ大統領のお友達が就任して、それをマーケットは嫌気して、2日でその財務大臣をクビにして、今の方に変えたわけですけれども、その人もやっぱり大統領にあんまり言うこと聞かないから、お前やっぱりダメだと、まあ、多分お友達だったんで財務大臣に据えたんですけど、マーケットの方がノーと突きつけて、あまりにもひどい反対だったんで2日で変えたということだと思うんですけども、まあ、に関してはこのリスクがあるということですね。ですからストライキは新しい情報入っておりませんけれども、まあ、こういった政情不安が続くようであれば、まあ、やはり投資といったのは行いにくいでしょうから、プラチナ鉱山の生産量といったのは先々はやはり減少していくリスクがあると、まあ、足元は金もプラチナも調整安に入る可能性高いですけれども、そのテクニカル的に売られた安値は、はい、これは中長期的には金もプラチナも買い場になるのかなというふうに思いますね。で今週は週末に雇用統計がありますけれども、はい、雇用統計が明けた後はアメリカ独立、レーバーデーで休場になるんですね、うんうん、その休場の間に日露首脳会談、
そして中国で G20 の首脳会談ということで、はい、日露首脳会談に関してはあまり日本で大きく取り上げられてはおりませんけれども、うん、今月ロシアの大統領長府官が、若手に変わったんですけれども、アントン、氏という方ですが、日本語がペラペラの方なんですね。あ、そうなんですか。ですから通訳を入れずに秘密交渉が行えるということで、もしかすると北方領土関連で大きな進展が出る可能性もあると。この週末にも何か出てくる可能性が。そうですね、日露が接近することで中国を包囲するといったような新しい枠組みがもしかするとできるかもしれないと、うん、で月末からはアメリカ大統領選のテレビ討論会が始まってきますから、そうですね、はい、まあ、9月はかなり政治色の強い、うん、相場になってくる可能性があると、うん、まあ、FOMC 並びに日銀の金融政策決定会合と、そう、それもありますね、った金融の大きなイベントもありますので、8月は夏枯れ相場で、ボラティリティ落ちましたけれども、9月相場といったのは金融面、そして政治面、両面からボラティリティが上がる可能性があるかなと、大きく動いたところといったのは、まあ、リスクがある反面、リターンも狙えるということで、大きな機会になるチャンスがあろうという月に9月はなるのかなという感じはしますね。まあ、さらに9月末にはオペックの非公式会合もございますので、まあ、このあたりに向けて原油市場も動きを見せる可能性もあるかなというふうに思いますね。まあ、いい方向に向くとなんか全部こう状況がガラッと変わってくる、好転する可能性もありますし、その裏もしんなりということで、まあ、両方に備えて、そういうことですか、いうふうに9月はシナリオを組んでいきたいというふうに思いますね。わかりました。まあ、なかなか面白い月になりそうですね。そうですね、8月が動かなかった分、持ち合いが長ければ長いほど離れは大きくなるというのを、うん、そういうことですよね。9月で確認するのではないかなというふうに思いますね。わ、はい、かりました。はい、菊川さんありがとうございました。はい、以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。